今回は、アーチを意識したシュートアーチを意識して練習していきたいと思います。どこが決めたいな。たったシュート何本打っただけでもうハーハーしてます。どうもコンタクト社長下田氏でございます。今日はですねスタジオを飛び出しまして千葉ジェッツの活動拠点であります6階スペースに来ております。こちらは2021年4月より千葉ジェッツの選手たちが活動拠点としている練習場です。それでは本日の特別ゲストご紹介します。どうぞ。千葉ジェッツ12番上地可憐です。イエーイ。ついにレンズアップル金近選手にたどり着きました。千葉ジェッツ12番スモールフォワードの金近憐選手。大学時にはインカレで日本一になり得点王と優秀選手賞を受賞。2023年2月にはチーム最多の20得点で衝撃の代表デビューを果たしました。196センチの長身と正確なシュート能力を併せ持つ期待のルーキーです。今回はズバリコンタクト社長プロ選手に教わったらどれくらい上達するかという企画です。ということで今回は金近選手にバスケットボールのコーチングをしていただこうと思います。私吉田忠ジェッツさんの協賛をさせていただいておりますがプレーする機会は正直あまりないのでスキル面は皆無でございます。そこで今回金近選手に教わりながらファンの皆様と一緒に上達したいと考えております。金近選手私でも上達できますかね。はい、もちろん身長も大きいので、はい、しっかりと今日はスキルを教えさせてもらって一緒に上達していきましょう。そして今回はなんとなんとなんと金近選手にボールにサインしていただきました。イエーイ。詳しい内容は視聴者の方にですね概要欄の方に書いてありますのでぜひご応募お願いします。社長は、バスケ経験はどれくらいあるんですか。こう見えてもですね中学校から大学までバスケットボール漬けでした。ですので意外とできるかもしれないです。ただ上京して社会人になったからですね23年間ほぼ運動してないんです。今日怪我だけ気をつけたらそうですね、はい、今回はなんと普段プロの方もやって練習していただいていることを教えていただけるので嬉しかったですよね。はい、シュート練習。そうです。今回は、アーチを意識したシュート、アーチを意識して練習していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。それではまず社長のシュートを見せてもらっていいでしょうか。なんかプロの前でシュートって結構緊張しますね。3本ほどこれ身体反復です。花道と一緒のこの斜め45度ですね。じゃあいきます。いい？よし。決めたいな。どうでした。もう本当にシュート音はすごく綺麗だったので、ボールもまっすぐ飛んでいて、でもあとはやっぱりシュートが手前に外れてしまっていたので、はい、この手前のリングを越えて決めれるようにアーチを高くする練習を、はい、一緒にしていければ。ちょっと金近選手のシュート見せてもらってもいいですか。はい、お願いします。お願いします。おお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 おどんどん伝えたいと思います。よろしくお願いします。膝を曲げて、はい、上に手のフォロースコープをくっつけた方がいいです。今ちょっとここで終わっちゃってるんでもうちょっともうアーチなんていうんですか。イメージはもう頭の上から上からもう上に上から落ちてくる。そう狙うのは
リングに当たらなくて、まだ届かないんで、こう足の力を使って、そんな届かない。はい。あ、ここだね。おう。あ、なんかすごい体が、きつい。起きない。はい。じゃあ、金近選手を見て、もう一回勉強しましょう。膝を。いや、でもアーチでかいですね。リリースっていうのは伸ばしたって後ろじゃないですか。いや、もう全部一気に伸びてる。全部一気に本当に全部一気にこう伸びる感じで、この辺から出てアーチ、もう力を、流れを止めないように。わかりますか、小さい小学生とかあって届かないじゃないですか。そういう声基本一緒なんですか。そうですね、本当に近くでも打てるシュートをどんどん距離を伸ばしていった方が、僕は綺麗なシュートも、シュートも、はい、で打てると思うので、はい、47歳思ってるよりこのスクワット運動が結構きついです。これ、はい、たったシュート何本打っただけでもうハーハーしてます。今回はレイアップ編ということで、レイアップ編ですね。はい、やっていきたいと思います。ほら、できるできる。これはバックシュートです。